で、逆に、その、あんまり僕引っかからなかったのが、14年後の世界だったのが、ああ、なんか、あの、昔のテレビ版とか劇場版から年月経ってるから、じゃあ、いつまで経っても、エヴァしか作らせてもらえない自分みたいなものを、あの、投影してるんだろうなと。別に、ファンが進歩がないっていうようなことはしないんですよ。えっ、ー、と、映画作家というのは、そんなに観客に興味がないです。冷たい言い方をしますけども。自分にしか興味がないですから、どちらかっていうと、 富野義行さんがゼータ・ガンダムとか逆手の社をやった時に発言していたいつまでたってもガンダムしかやらせてもらえない僕っていう言い方ですねそっちの方にクリエーターっていうのはビビッドに反応するんですねだから10年後の話で登場人物が変わってないんだとしたらそれはエヴァに心とらわれていて進歩してない観客ではないんですよ 作家はそっちに興味がいかない。そうじゃなくて、いつまでもエヴァを作り出されてる自分というふうにところに行くと。だから、全体で偶話になってるなというふうに思いました。なんかね、あの、エヴァ2で、つまり劇場版の2で最後に、シンジが命を懸けてまで世界を破滅させるまで助けたいと思った綾波レイが今回出てこない、いなくなっちゃってるんですね。で、今回出てきた綾波レイのまた新しいバージョンは、 その人から見たら言動ってどういうふうに見えるのかなと思ったらですね、なんかこうアトムにとっての天魔博士みたいなもんかなとか考えたりしました。まあこの辺はそんなことも考えましたです。